謝らなくちゃいけないよね、あごめんね、うまく言えなくて心配かけたままだったね、あの日抱えた全部明日から全部順番過ぎたりはしないから、分けてくれますようにそっと目を閉じたんだ、見たくないものまで見えんだもん、いらない噂にちょっと初めて聞く配線どっち、向かい合ったら友達だって嘘はやめてる、赤いハートから色強いにキャラ中へ向いているんだ、本当は期待してんの現実ってやつ食らうために生きてるんだって叫びたくなるよ、聞こえていますか、不慣れになんてやってられないから、ばば壁の場所もない優しさにはいつも感謝している、だから強くなりたい、進むために敵も味方も歓迎じゃん、どうやって次のドア開けるんだって考えてる、もう引き返せない、物語始まってるんだ、目を覚ませ目を覚ませ。